しようかな。いや、カムザリー、オッケー、それは読んでいって。いやー、無駄回避しないな、この人、しかし、KO。はい、どうも、ヒーターマイデザイ。今回はね、まあ、冥王シルバーズレイリーがね、このキャン強でも無双してる、できるってところをね、皆さんにお伝えできればなって思います。はい、もうまずね、レイリー、全然今でも強いと思いますよ。まあ、やっぱりね、同属性の、同職種の、まあ、緑属性アタッカーのロジャーが出てきたことによって、まあ、見劣りはするけど、まあ、まだ全然言うていけるなって僕思いますね。もう何より見てから避けれないスキルが高火力だし、まあ他にもジャスト回避したら火力が上がったり、まあ相当すごいんですよ、ロケ向こうついたりね。まあで、今回はメダルをハンコックメダルにしてみました。どうですか皆さん、このタグの多さ、えぐくないですか。いやー、ハンコックメダルめちゃめちゃ強いんですよ。まあ皆さんもね、ぜひよかったらね、イベントメダルじゃなくてもゲットできるので、やっぱりそのこの3種類はめちゃめちゃおすすめです。まあということでね、今回はレイリーで、まあ無双できるようにやっていきたいと思います。レッツラゴー。はい、ということで一戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。とおっと、相手またゾロミッションいるな。まあそこをうまく勝っていきたいんだけど、まあ多分グランドラインついてるからそこそこに課題と、まあとりあえず相手おでんに、あ、ロジャーにいるんで、まあ2陣目先に取っちゃって、まあ先に2、3の状況を作り出していく。いや、これかまさに警戒。あ、なに、そっちかい。まあまあまあいいだろう。じゃあ終わり際にどうしようかな。いや、カムザリー、オッケー、それは読んでいって。いやー、無駄回避しないな、この人、しかし KO。いや、この火力よ。普通に火力高くない？いや、これあっちでわちゃわちゃしてるから、こっち2陣目取りに行って、まあゾロくんがいるから、まあゾロくん一瞬で勝っちゃおうかなと思います。いや、これ、多分回避読みのスキルしてこきそうだな。まあだよね、だよね。オッケー、とりあえずジャスト回避。一発2発からのスキル、オッケー。うわー、KO できない。アキエもごめん、スキルかぶった。いや待って、これロジャーのカムザリ、ロジャーのカムザリしか見てません。ロジャーのカムザリを絶対回避します、僕は。あー、隕石。まあそこはうまく反応できなかったと。いや、ここどうしよう、カムザリだけ警戒。あーあー、よかった、逆向き。いやー、やっぱ火力入んないっすね、ジャスト回避した後じゃないと。まあ、相手防御力増加なんですけど、僕は与えるダメージ増加なんで、多分こっちの方がね、多分火力的には美味しいんですよ、ジャスト回避した方が。まあだけどね、気絶入んないんで、そこはね、ジャスト回避されないようにね、気をつけないと。まあやっぱりすぐスキルとかあったらね、赤サボとかみたいに、多分、おー、あそこは多分やら、おー、よくわからん、よくわからん、よくわからんけど、とりあえずスキル。あれ、当たってない。おー、当たってる。ちょっとラグいね。ちょっと今日ラグ感じあるね。まあ、とりあえずこれは、ここの2陣目守りますか。オッケーオッケー。とりあえず肉食いつつ、ジャスト回避を狙っていきたいんだけど、うわー、ロジャーが来る。やめろ。うわ、早すぎだし、火力高っ。100レベルでゲッターがこれっすよ、皆さん。本当にロジャー出なくてよかった、あ、出ない方がよかったっていう人いますけど、全然こっちの方が、あ、無駄回避しましたね。回避してちょっとさ、これ多分無敵スキルあったら、これ多分回避してきます。はい、これ無敵スキル絶対ある。ほら、あった。はい、ここでスキル。おい、ノータゲで当てていく、このセンス。いや、これは奇跡。ノータゲで当てるのはちょっとね、普通にセンスいりますね。まあ、多分、たまたまだけど。いや。多分じゃなくて結構たまたま。おー、ゾロ君、あれ、吹っ飛ばし。おーおーおー、普通に KO できる。あ、これ、カムザリ来る。おえー、読んでた。はい、これ、ジャスト回避、オッケー。うわー、回復、あ、うわ、カムサリ、カムサリ多いな。いや、こうなった時、ロジャー、ありがとうロジャー、ありがとう。こうなった時、ロジャーきついなと思ったら、こっちのロジャー。ね、結局、ロジャーはロジャーが倒しちゃってください。はい、もう、レイリーの出番じゃないです。あ、これ、とりあえずこっち行きますか。とりあえずこっちっすね。オッケーオッケー、こっち守りつつ、いや3人いるか。オッケー、とりあえずこっち回避するんだけど、オッケー、とりあえず KO しよう。オッケーオッケー、でかいでかいでかい。うわー、さすがに3-1はきついな。まあ、しかし逆にここ3人いればあっち1個取れるんじゃないかと僕は思っておりますと。あー、今無敵スキル使ったってことは、ちょっとでもね、ここ任せよう。いやー、でもどうしようか。でも無敵スキルないからやばい。吹っ飛ばし俺が使うしかない。これは、これ守るしかなかったですね、正直。よし、とりあえずこれ桃源突か。いや、裏取れる。いや、これナイス判断。はい、ジャスト回避、一発で2発。はい、ナイス、ありがとうございます。ナイス。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。いや、どうすか。いや、結構レイリーやれません？いや、なんなら、すごい強いなっていうのがありますね。まあ、やっていきますか。まあ、とりあえずね、まあ、一戦だけじゃ、まあ、あれなんで、まあ、ここで無双していきたいと思います。やっぱね、おでん強くね？やっぱりさ、おでんってロジャーに対してバカきついけど、まあ、逆に言えば、おでんの方が他のキャラたちに対して無双は、まあまあ、言うて、ロジャーもえぐいか。あー、これちょっと怖いんだよな。ジャスト回避。うわ、なんでやねん。ジャスト回避やろ。今、絶対ジャスト回避やろ。オッケーオッケー、とりあえずこれどうなってんだ。うわー、桃源突かが見てから避けれないのよ。見てから避けれないスキル一つと無敵スキル一つなんで、で無敵吹っ飛ばしスキルでしょ。はい、これはジャスト。あー、
距離がね、距離がおかしかったか。まあまあいいでしょう。やっぱりカムサリはね、言うて見てから避けれるんで、まあそこはね、意識しながらとりあえず、ああごめん、かぶった。いやーまあまあまあ、でもいいか、とりあえず肉を食いつつ、どうしようか。おー、無敵スキル強いね。さあ、カムサリかな。オッケー、ナイス、ジャスト回避、一発。おいしょー、オッケー、いいね。やっぱレイリー、もう一発切るぞ、カムサリ、危ない。オッケーオッケー、やっぱね、見てから避けれるからね。オッケー、あっちの黒池にも傷、あー、逃げよう。うわ、やっぱ強えな、ロジャー。やっぱり強えな。まあ、とりあえずこれはスキル。あ、やべ、かぶった。まあまあ、そこはしょうがない。ブーストくれ。やばい、とりあえずブーストに逃げよう。オッケー。とりあえずここ逃げられた。まあ、でもロジャーなんで旗を追い取られないんで、いっぱい、一回逃げてもね。まあ、許されるでしょ。オッケー、ここからブースト。やっぱブースト中のこの見てから避けれないスキルを当てていく。いいね。これやっぱ、ブースト中だったら結局ロジャーのワンパン体制はないんで、はい。やっぱ中途半端な火力がね、すべてカットされるのは、まあ、確かにカットというか回復されるのはきついけど。まあ、ワンパンできればね、結局。さあ、ここロジャーか。うわー、カムサリ、カムサリだけだな。ここも、あー、カムサリ一人使った。もう一人使うかな。いやー、あー、カウンター二人使ったね。カウンター二人使ってる。うーん、今使ってる。オッケーオッケー。オッケーオッケー。桃源一つか使ってる。オッケーオッケーオッケー。もういっぱい使ってる。よくわからないけど。まあ、とりあえずスキルめちゃめちゃ打ったってことは分かった。カムサリそろそろ、溜まっててもおかしくないんだけど、ここジャスト回避。うわー、失敗。まあ、とりあえずスキル、おーおー、よくわからん、よくわからん。よくわからんけど、今よ、1対4ってことは分かる。1対4ってことは分かるけど、結構耐えている。オッケー、ここはジャスト回避挟んでいきたい。カムサリー、そっちからかい。もう一人のカムサリを警戒してくる。ということはもう一人カムサリ来る。はい、カムサリ、はい、レイリー。まあ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 、なんか今のはさ、レイリーとロジャーさんが、まあいい感じだったから、なんかまあいいや、取れたかあり。うんうん。まあ、やられてよかったって感じ。なんか、レイリー右腕って感じだね。まあ、こっからはあと守るだけなんで、まあ、こうなったね、試合終盤のね、別にロジャーは外していく。別に怖くないんですよ。やっぱ、おでんの方が警戒しないといけないですね、終盤は。オッケー、これはジャスト回避。オッケー、回避した。オッケー、ワンテンポ置いてからのこれ。やっぱ、気絶無効のキャラたちはね、これがやっぱ有効ですね。まあ、相手カウンターないロジャーだったらね。オッケーオッケー、やっぱおでんだね、ここ終盤見なきゃいけないのは。あそこ多分中央取れないと思うから、まあここでいいな。オッケー、一発二発、やっぱいいね、ナイス、ありがとう。はい、ということで3戦目ラストやっていきたいと思います。いやいいっすね。いやレイリー、え、結構良くない？やっぱ見てから、まあ吹っ飛ばしスキルがね一個あればまあ完璧だったね。ロジャーさんのカウンタースキルがやっぱりあれ相当レイリーに対して厳しいから、あれがないと攻めれないからね。まあとりあえずこれビッグマム借りますか。相手ロジャーおでんいないのラッキーですね。はい、これたる回避からの感電、オッケー、一発当ててかの、いいナイス、ワンパン、いいね。やっぱ火力は健在ですね。ここどうしようか。いや、なかなか来ない。これ取れる、取れる、ワンチャン取れる。あー、ルッチ来たか。これはとりあえず一旦離れよう。一旦離れてスキル、はい、それは下手くそ。これはね、オッケー、無駄回避したらダメ、無駄回避したらダメ。6王眼食らったら絶対俺、おい、ナイスカムサリ。6王眼がねきついんで、オッケーオッケー。とりあえずこれは、あー、これ当たんないよな。オッケー、一旦回避ってことは6王眼、あー、くそ、俺じゃない。まあ、とりあえず当てよう。オッケーオッケー、あー、逃げろ。撃たないんかい気まず。まあまあいいでしょう。さあ、ここどうしようか。まあ、とりあえず KO しとこう。オッケー、ナイス。さあ、ここはカムサリが溜まったかわからないな。ちょっとそこら辺警戒しておかないと。あー、今のは味方が、あ、ロジャー KO できてるわ。あー、無敵スキル溜まるな。これは無敵スキル警戒。あー、ごめん。うん、ジャスト回避できなかった。バイバイって感じで KO! オッケー、ナイス。やばい、スモーカー、スモーカー、懐かしいな、お前。オッケーオッケー。まあ、とりあえずスモーカーは簡単でしょ。お、うまい、今のは。クローズに合わせてスキルは、たしぎちゃんはうまいですね。じゃ、ここは、スキルを当てていく。オッケー。あと少しだな。意外と硬いな。いや、意外と硬いんで警戒したいんですけど、これ一旦どうしようか。赤サボ来てるんで、旗取らせて、ここジャスト回避。オッケー。じゃ、ここはスモーカーを巻き込んで、あー、ちょっと早かったか。まあ、いい、しょうがない、しょうがない。さあ、ここはジャスト回避一発。いや、強いな。強いな、レイリー。レイリーバカ強くね。バカバカはあるけど、あれかもしんないけど、やっぱ強えわ。見てから避けれないしな、スキル1個。で、1個は遠距離スキル。あ、裏がちょっとやばそうなんだけど、まあ、そこはもう任せるしかないっすね。オッケーオッケー。今回避使ってた。どうしようか。うわー、無敵使うと思ったな。まあまあまあ。これ多分回避溜まった。オッケー。オッケー、ジャスト回避、オッケー、これはもう削れてたからもうワンパンしちゃいましょうと。あー、これはまずい、非常にまずい、ごめんなさい。お宝を守ろう、分かっている、今僕は必真剣に守っています。はい、六王眼ね、オッケーオッケー。さあ、ナイスロジャー、オッケーオッケー。さあ、ここはじゃあ行きますね。あー、ごめん、外した。うわー、ごめん。さあ、ここでもいい感じ、ナイス KO、 これ取れるぞ。あれ、黒池裏行った、なんで。お宝守ろうって人じゃなかったっけ。あー、これごめん、やられる。あー、スネークもありがとう。うわー、ごめん、スタンプ落としたけど、オッケー、ありがとう。さあ、ナイス、お宝守る、分かってるよ。ディフェンダーがなんで裏行ってるんだ。じゃあ、なんでだよ。お宝守ろうはめちゃめちゃ分かっている。早く戻ってきてくれ。
早く戻ってきてることがもう勝因だ。さあここはビッグマム裏行った。これはスネークマンに任せるしかない。ここを俺あバカにこれはバカに食ってからスキル。オッケー、とりあえずね。さあジャスト回避オッケー。まあジャスト回避よりもとりあえず中央に戻りたい。まあとりあえずのビッグマムを止めたい。あオッケー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 。さあこれ多分大丈夫、これは多分取れないから、とりあえずお宝エリア内で倒れることが先決。オッケー、ナイス。お宝守る、分かってるって。ありがとうございました。はい、ということでね、まあ今日の動画は終わるんですけど、いややっぱわりかしいけね、レイリー、わりかしやっぱり相方がおでんだからか、まあちょっといけましたね。ということで今日の動画あります、この動画はチャンネル登録とかよろしくお願いします。バイバーイ。